ともそんなところで何騒いでんの。なに、ちょっと人間がバカ騒ぎしただけさ、気にすることはない。なんかそのぬいぐるみ喋ってない。すまない、うるさかったね。あんまりエミールいじめないで。すまないすまない、ぬいぐるみだったからつい投げたくなってしまってな。う、暴君だよ、怖いよ、助けてミエル。状況が4年。とりあえずミエル、カナの治療を頼む。心身ともにかなり疲労しているからな、慎重にな。そうだな、お前は自身の役割を果たせ。私は主様とこいつについて話がしたい。う、わかったよ。よし、これで話せるな。あいつがいたらこいつの弁護しそうだからな。一体なんだよ、今までこんなぬいぐるみなんて持ってなかっただろ。こいつはエミエル、ミエルと同じ所属の天使でミエルに続く序列5位の瞬間の天使だ。序列5位、エミエル、なんで契約もしていないのに現実世界に出てるんだよ。バハートを使おうとしたんだ。主様とバハートがキスをしたタイミングで同じ属性であるバハートに対してこいつが自身の力をバハートに分け与えたのだ。それでさっきの試合、覚醒してからのバハートは少し様子がおかしいと思わなかったか。ああ、動きの癖が一気に変わったように見えた。あれはバハートさんを知らない人でもあの試合を見ていればわかるほどだった。まさか、エミエルか。そうだ、途中からエミエルがバハートの意識を乗っ取り、カナと戦った。あれは完全な試合妨害だ。そんな。ごめんなさい。主様。私、あなたの役に立ちたくて。処遇は任せる。優しさで許すか、厳しく対処するか、それも主様にとって必要なことだ。だが今回は間違いなく被害者がいる。バハートだって今回の終わり方に納得していなかったし、カナにとってはよほどだろう。あそこまで耐え切ったのだからな。それらのことを踏まえた上で、しっかり判断しろ、いいな。ああ、わかったよ。刑が必要なら私がやってやる。しっかり主としての責任を持って、判断するんだな。さて、どうしたものか。元気そうだな。必死ない相手に嘘ついても意味ないか。それよりすごいな、この角と羽。本物か。触ってみたい。だが触ればセクハラ。最悪寝込みを襲うクズ人間というレッテルが貼られる。それはきつい。仕方ない、ヘルナ呼ぶか。バハート隊長を医務室に運ぶんだ。当てがあるならそっちでも構わない。わかったわ。こういう特殊な状態でも見てもらえる人を知ってるからその人に当たるわ。多分会場に来ているでしょうから。予想しようか、パト選手のところの専属医師だろ。正解です。まあ試合でハク選手やカナ選手の面倒も見ているのだから当然といえば当然ね。僕もロカ選手の暴走の時に治療を受けたからな、言わないけど。この子、すごく軽い、まるで羽のような。これもこの姿になった影響。とりあえずファルドラ隊長は2回戦頑張ってください。相手はジョルジュ副隊長を無傷で倒した相手。おそらく隊長クラスの実力者ですよ。だな、僕もさすがにジョルジュ相手に無傷は無理だ。それを貫通したのだから相当だと思うよ。だが実際そうだ、アランは監獄等出ても足も出せずに何度も病院送りになっている。実力はアランよりもはるかに上。アランは前年度ベスト4、世界ランキングは6位。そんな奴相手に無傷で一方的にボコボコにしてたんだ。下手したら隊長クラスより上かもな。次の試合ですね。はいはい、わかってますって。わかるわかる、わかるよ。あれでしょ、あれをあれしてあれすればいいんでしょ。わかってるって。あいつ僕の時だけ雑すぎないか。舞台では僕の方が一つ後輩になるからな。入隊の時からよくいじってくるんだよな。とりあえず、気合い入れていくか。僕のフェイクワールドで翻弄してやるよ。フェイクワールドなんて知らないけどな。誰も応援に来てくれない。辛いよ。うちから寝ての哀れやな。まさか誰もおらんなんてな。ハクとカナとパトは仕方ないよ。でもなんでメリアとゼッカは来てくれないの。無理ぽ。あかん、なんか露骨にやる気なさそうやな。うちが声かけるしかないんかいね。あの、頑張りや。なんや、なんでそんな目で見てくるんや。慣れ慣れしすぎたんか。お前にも極力話しかけたくなかったんや。仕方なかったんや。名前なんだっけ。うーや、つゆくさみみ、覚えとき。ありがとう、みんな白状だよね。誰も送り出してくれないんだからさ。いきなり抱きつかんといて、重たい。こんなゆるいやつが強いとは思えんけど、ほんまに戦えるんやろか。選手はそろそろ入場してね。バシッと紹介するからね。さーって、全然気分が乗らないけどいっか。ほんまにゆるいな、さっきまでの試合とは大違いや。おっと、今回のステージは今大会で一番狭い空間だ。無駄を全て省き、選手が入場したと同時にここにワープされるようになります。はいはい、狭い狭い、どうせ動かないから関係ないよ。なんという余裕、ファルドラ選手相手に動かない宣言、これは楽しみが増すってもんですね。続いては、先ほどソフィア選手
戦士による発言されたハイドラ戦士。他にも代表下で薄いランキング1、恋人にしたくない人1、メンツストランキング1、年少下で借りて使うランキング1、これはもはや最強。ふざけんな、絶対お前の独断で作っただけだろ、チェーン。あらあら、気にしてましたよ、ごめんなそばせー。この試合が終わったら絶対に殴る。ハルドラ選手は第2回でベスト4入り、そして世界ランキングは7位、第2回の初出場からベスト8以上に入り続ける一応実力者、どんなフェイクマニレの試合を行うのか。2回戦第4試合、ハルドラ選手 VS ソフィア選手。試合開始。言いたいことは山ほどあるけど、それはそれだ。旅行、どこか違う風景。ああ、なんか変わったね。物怖しないか、本当に怖くないのか、それともただのバカか。ジョルジュ戦は見ていたが理屈がわからない以上僕も本来は物怖しておかないといけないんだけどね。旅行、果てしなき奈落の穴。素直に落ちたな、何を考えてるんだ。はぁ、ダメだよ、相手を視界から外しちゃ。それにこんな空間全部使って自分の領土ですってアピールしなくても。そんなに束縛が激しいから全て失うんだよ。オーバーライド。おとかじゃないか。なんだ、いきなり体の自由が。あいつ、受けたのか。無防備の極意。落ちることも抵抗しなければ、浮くことは不可能。だから能力で受けるってわけ。まずいぞ、抵抗できない、このままだと。わざとらしいな、でも誘導しているんだし、乗ってあげるか。相手を掴む動作をしてっと。さあ見せてみろ、お前の能力をな。モーション切る。何度も木に叩きつけてあげる。オーラで覆って頭部を守ってもいいけど、それは逆効果だよ。事実変換、実際に起きている出来事をすり替える不可能支配の技。それで、オーラで身を守っている、から、オーラでダメージを通りやすくする、に変えてるから、本来の一撃よりもはるかに低い一撃が入るよ。ゲームで例えるなら、防御貫通の回心の一撃、的な。うわぁ、黒い、これはまさかハルドラ戦士、抵抗できないまま無使いに、グロイ、吐くときはエチケットと袋を忘れないように。さて、私はフェイクだと思っているんだけど、どうかな。マジか、えげつないな、俺の末路あれ、降参しようかな。とりあえず虚構で条件を一新して様子見るか。虚構、囚われた概念と現実。俺の死体を本物と信じ込ませて、死体かなんかの幻惑と戦ってろ。リアルゾンビゲームの開幕だ。甘えてくる、それが逆に怪しい。エミエル、自分が何をしたか分かってるのか。あれは主様に褒めてもらいたくって。ごめんなさい。反省しているし、俺のことを思ってのことだとしたら、俺がこれ以上咎めるのも申し訳ないよな。ふふ、揺らいでる揺らいでる。ぬいぐるみとはいえ、レイアポストール内で一番愛くるしい私が甘えれば主様と手を出る。とりあえず私の行動に対して無罪を勝ち取る。そして主様からネルにぬいぐるみから解放するように指示してもらって終わり。ふふ、我ながら素晴らしい作戦。私の可愛さで寝てる技。お願いします。私もっと主様の力になりたいよ。どうしたものか。あら、確かパト選手だったわよね。確かヘルナ選手、バハートさんをどうしたの。いや、この姿だと多分普通の治療系能力者じゃ難しそうだし、ミエルさんにお願いしようと思って。そっか、なら今カナの治療をしてるからそのまま中に入って。ありがとう、助かるわ。ぬいぐるみとおしゃべりするなら人気のないところの方がいいですよ。は？わかります、次の試合は天の絵隊長ですからね、緊張しますよね。緊張のほぐし方は人それぞれ、何も言いませんし、他の誰かにも言いません。それでは、集中頑張ってください。主様。少し黙っててくれ。なんでご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？
気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。